り過ぎていたあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにまだ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れとして